バトルトライブ、あ、バトルトライブ101こうですか。 OK 始まりましたちゃんとなってました。これすごい、あのやれやれって言われて、始まるほんと10秒ぐらい前に教えてもらって、できるかと思って、しかもちょっとダサいし、すいませんちょっとディスっちゃったんですけど、はい、というわけで、自己紹介遅れました。パチンコ攻略マガジンのポコミでございます。初めて出させていただくんですが、私はですね、パチンコをメインに、本日は頑張って打っていこうかなと思っております。で、先ほど抽選の方を引きまして、35番ぐらいの整理券から抽選がなんと8番、いい感じじゃないですかね。だいぶ、まあ、狙い台としては、まあ、ホールさんって普通はやっぱり大量導入とか看板のメイン機種をしている、まあ傾向が強いので、まあ、導入台数の多い台から見て良さそうな台を行こうかなと思っております。そして今回はですね、私の後輩のルルちゃんとサダマ対決というわけでね、私後輩には負けたくないと思うんで、そこら辺をなんとか頑張りたいと思います。それでは行ってきます。おはようございます。いらっしゃいませ。おはようございます。ちょっと店内、私の好きな音楽流れてんだけどちょっと上がるんだけど、さあ何言うとかな。まずは仕事にまあまあ導入されてるんで、あ、嘘、増大してんだこれね。やっぱ増大してる台っていうのはね、狙い目ですからね。なるほどね。じゃあ角行きますか、普通に。てなわけで、いろいろ見たんですが、うん、いろいろ良さそうな北斗無双とか沖見4とかもすごくいいと思うんですが、まず朝一、まあ後で仕事人に行きたかったと思った時に空き台がないって嫌なんで、まずは仕事人で勝負したいと思います。まあこの仕事人ですね、私の印象的には本当合計フラッシュと激震予告がどっちも出ないと、まあ、厳しいかなっていうのはありますね、うん、なのでそれ待ちかな。あとは個人的にちょっとワクッとできるのがやっぱり夜背景以降は、まあ33% ぐらい、3回に1回ぐらいは当たる信頼度あるし、やっぱり仕事人といえば夜背景なんで、やっぱりこう仕事人好きな私にとってもね、ワクッとできるみたいな。あとはこう入賞時のフラッシュね、ここが光ったりとか、まあ、こことここ光るんですけど、それ光ったりするとまあちょっと期待できるんで、ちょっとだけね、その音が入賞時の音が遅れたりとかするとも激アツなんですよね。 50% オーバー、普通の保留変換の時とかの入賞時の音もたまに遅れることあるんですけど、それも結構チャンス、だから違和感っていうんですかね、ちょっとあれって思ったら結構それはチャンスだったりしますね、うん、なんでそういうところとかもいろいろ、あとここのね回転数の表示も赤とかになったりするんですよね。そう、そうするとまあいい感じですね。いろいろあるんで、ちなみに私カスタマイズ今してるんですけど、普通のねこのサブ液晶は何もしてないとなんかすごいなんかなんですかね、なんつうの、全然なんかつまんない感じのなんですけど、私このワンワンカスタムにしてるんで、かわいいんです、めちゃくちゃ、これ超かわいい、めちゃくちゃかわいい。他にも全然これ打ってる時にこれカスタマイズできるんで、いろいろとね。あとはその今 BGM が私仕事人3の BGM にしてるんで、やっぱ仕事人といえば私3がもう毎日打ってたんで大好きすぎて、うん、それ懐かしいなと思ってついついこれにしちゃう。今回だっても21個もあるからね、こんなパ
チンコ台あります。で今回隠れ殺しモードっていうのを私オンにしたんですけど、隠れ殺し屋殺し屋の発生率アップするってことで、まあ、見たことないんですけど、隣の台とかでしかないんですけど、どうやらなんかもう誰っていう人がなんか出てておなじみじゃない人がなんか出てたんで、まあそういうのが出やすくなってるのかな。ちょっと見たくてちょっとこれにしました。私もねそんなに総回転数で言うと多分ね2000回転ぐらいしか回してないんで、そんなに詳しいわけじゃないんですけど、とりあえず癒されるんで、ワンワンパスタも、まあ、大当たり確率が309分の1、確変突入率 60% って、まあ、普通なんですけど、やっぱり小当たりラッシュ搭載してて、まあ、おとつとか捕まえて突然確変引いても小当たりラッシュだからには絶対突入するから、確変で増えちゃうんですよね、突然確変でもね。で、まあ確変中の当たり確率が45分の1ぐらいなんで、まあ、厳密に言うと 45.2 分の1なんですけど、これ実はもう仕事人っていう45分の2でっていうね、それしかもわざとっていうこだわり、強楽のこだわり、うん、半端ないです。で、一応その確率分母、分母の上でハマると、まあ、45分の1ぐらいまでハマると、まあ、大体300個近くは出るぞという台ですね。で、あと仕事人って、もうこのね、すごいじゃないですか、このね、もうどうしたっていう、この20年前とかのパチンカーが見たら多分もう本当ひっくり返ると思うんですよこれ。誰が想像しましたとかっていう感じの見た目で、多分呼び出しボタンとかも押せないんですよ。だからホールさんによって呼び出しボタンはここですよみたいな注意書きとかも必ずあるんですけど、このホールさんね、ここにありますね、これ。だからちょっとこれ押したいんですよ、ちょっとなんかこういうことされちゃうと無駄に押したくなっちゃうって、この心理、これこれも仕事人を取り付けた後にも後付けで付けた感半端ないですよね。これを今日は押しまくりたいなと思って、頑張る。めちゃくちゃいいですね、ちょっとめちゃくちゃ回ってるんですけど、ちょっと何これ、多分他の台も全然回ると思う。もったいない、なんで空き台あるんだろう。もったいない。スロットはちょっと私状況わかんないですけど、パチンコ相当いいと思いますよこれ。私プライベート打ちしたいですもんこれ。あ、びっくりした、ちょっと待って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 、これめちゃくちゃ熱いんだけど。アジトゾーン 47% ぐらいあるから、しかも見て赤、回転数表示赤、これもチャンスアップ。これね、あ、実写熱っ、待って、実写ね、4人出ればね、あの超激熱だから。え、待って、これ熱いぞ本当に。まあまあまあ、あのね、熱いよ。さあ、ここでゼブラ側になる時もあるけど、小判、まあいいですいいです、合計来い、来ました、当てます。あの、ね、当てる時間がやってまいりました。互角にもね、高坂以外は、まあ、そんなに信頼度の差はないんです。高坂が出ればね、大チャンス。お、ね、ゲジレン、さあ、ゲジさん、そして今度実写でモンド出てくるわけ、激アツ、出た、熱い。まあ一応出た登場キャラのリーチ行くんで、
それ以外のリーチ行ったら法則崩れで逆に大当たりの起こる。さあ、あーもうありがとうございます。これもうね、ありがとうございますでしょう。これはもうモンドリーチは激アツ 55% ぐらいで、もちろん、デフォルトで激震予告も出ます。出ましたね。いやーこれこれ当たりだろ、この流れ。いや早いね、まだ5000円使ってないからね。よし、ありがとう、皆さんありがとうございます。この後のこのバイブを楽しむのもね、仕事人の楽しみ方の一つ。このすごいかな、ありがとうございます。で、あとは確変かどうか。こう雲が晴れたら確変、あーもう確変昇格なる。こうやって晴れるともう確変昇格だから、うー仕事するね。ありがとうございます。どうも仕事できる女ポコミです。ありがとうございます。早いよ、仕事が4500円だから。でも122だから、いい台を選んで仕事する。これぞパチンコ打ち方でございます。さあ、というわけで各編突入しました。小当たりラッシュにもこれで突入するんで、はめればはめるほど玉が増えるんで、仕事中にはめたいと思います。はめ倒したいと思います。まあ一応2つありますけど、まあ仕事人にします。さあ頑張ります。やめて、このステップアップはやめて。一応核変中はたくさん法則があって、まあ保留変化、赤系の演出、合拳、激震、モンド系、まあとりあえず熱いって言われてるやつが出れば、出て当たれば核変濃厚です。これやばい、こちらこれやばいぞ、これやばいんだよ。あとギリさんが出れば、出た時点でも核変終わったり濃厚、連続予告がまず出れば当たれば格変あたり濃厚なんですが、でその中でもキディさんはその時点で格変濃厚、何にもないでしょ。これやばいから、もう来るなっても、来るなってもこういう時に仕事すんだもん、この花屋花屋じゃない、なんだっけ、花屋だよ、あ違う、これなんだ、かんざし、かんざしのやつね。マサとヒデが被るんだよ。あ、やった、よし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 、こういう時にばっかり仕事するからね。これは外れて嬉しいパターン。であとはリーチが始まったら打ち出しはストップした方がいいです。無駄玉を防ぐためにも、これも、電柱のね昇級1個だから絶対増えないし、あとはリーチ中は小当たりもしないんで、ここはもう打ち出しは止めた方がいいですね。ちょっと待って、やめてよ、これもやばいって。やめて、やめて、やめて、合拳出ろ。これも熱い。まだ15回しかハマってないからね。そしてあと赤系も出れば今のところ確変になってます。当たればで何にもないでしょ。倒れなくていってば、つぼさん、やめてよ、やめて、やめて、やめてよ。あれ確か共闘も当たれば格変濃厚だったんですけど、だから本当やばい、これやめて、やめて、やめて、やめて。あ、危な、あ危な、あセーフ。もう海で、あ泡で当たる、泡で外れるみたいな感じですね今本当感覚的に言うと。まあガンツと違ってあんまり小当たりしないんですよ。あの1分の1で当たらないんであんまり開かないんですけど、その代わり昇級が多いタイプですね。なのでガンツほども、出てこないですね、あの球はスピードはないです。
水戸黄門とガンツの間みたいな感じでも十分です。このスペックだから本当このスペックが素晴らしい、間違いないスペックですよね。ちょっと仕事にね初めて100以上ハマってんだけど、ちょっとボタン押すか、このね押しちゃいけなそうなボタン押しますかね、ここの押したら何かがでやばいこと起きそうなボタン押します。店員来るだけなんですけどね、店員って店員さん呼び捨てにしちゃった、店員さんが来るだけ。うわ表示3000いっちゃうんじゃない、手前でやめて、実写ステップこれやばいんだよ、もううわぁ疑似連なし、うわこれさすがに当たっちゃう気がするな、もう141だからね、出ろ合計でやればいい、当たれば学園なんだけど、うわぁちょっとダメかもな、さすがにもう当たるんじゃないかな、来た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 、京都京都ダメだ、京都行けば当たれば学園だったんですけど、まさかの外れ、これ屋根バージョンでも OK、 まあでもさすがに当たるんじゃないかな、やめろだけどやめろ、ちょっと待って仕事するね分かってるね、おおマジか、おおいいね、おお見てください、もう表示3000超えましたよ、これはめてるだけでねどんどん出ちゃうんですよ、多分普通に15ラウンドの、出玉だけだと表示は多分1500近くぐらいなんで、ハマっただけでも2連したのと同じぐらい、これが小当たりラッシュの素晴らしいところ、おリーチ来たね、あーやったこれ嬉しい、この疑似連が発生したらもう安心、疑似連はね当たれば確変だから、疑似さん来た、ありがとうございます、この時点で確変大当たりゲットでございます、ギジさんは発生時点で格上渡り濃厚です、ありがとうございますいやー183はめた挙句格上ですよ、おーいいね、一部銀出ちゃう、あーまあまあいいですいいですいいです、おーおー、ま、え一撃一つ激アツじゃん、来たね一撃必殺リーチユージ、なるほどね、いいっすね激アツ、これ通常時でも本当激アツですからね、これ通常時も当たれば格変ですね、ユージ初めて見た、さあ気持ちよく当てちゃおうかな、一冊しねい、はい、ありがとうございます仕事しちゃいましたね、ありがとうございます、もうサンズ柄ですからね、さあ気持ちよく晴れて、ゴー、ありがとうございます、ゲットでございます、
わあ、リーチなるね。やばいな、ギズレン来ないとやばいぞ。お、だった。また明言予告、モンド示唆してればいいんだけど。うわー、ちょっとやばそうだね。貢献、これ当たればやばいな。外れて、そのまま外れて。うわ、来やがった。共闘来い。やばい、やばい。あ、やばい。屋根にいなそう、いない。いつも木の上だからね。うわ、やばい、やばい、やめろ。わわね。ヒデはよく仕事するから、うん、これやばいパターンだな。まあでも別に通常確定したわけじゃないんで、昇格パターンはこれ一番低いんですよ、このパターンは。晴れて晴れない。うー、やばい。まだ分かんない。キランってなった時に昇格する。あー、まあまあまあ、まだこれでも分かんないですからね。まあ、ほぼ終わったけど。まあまあ、でもね、3連でもう5000発以上になったんで全然いいですね。ああ、終わったね、終わっちゃった。時短100ですね。ただこれ時短も引き戻す可能性全然あるんで、20杯以上あるんでね。当たれば確変。まあ期待度はね全然低いんですけど、 10% もないし。お、疑似連しますね。ああ、なんだ。さて、夜背景かと思ったんだけど、あ、涙ゾーン。小判か、ゼブラがいい。あ、全部の猫のお金の種類あるのは、これは結構いいですよ。はい。あ、あるぞ、あるぞ、あるぞ。あるぞ。え、待って、これさ、ゼブラ保留なんないかな。お、黄砂が来たよ。いいね、いいぞ。額縁もありますね。あ、これ、いや、ここでか。なるほどね。はい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 、これ当たる流れです。またこれは当たっていいぞ。これは、これまた当てちゃうよ。だいぶ王道来てますよ。流れ、当たりの流れの王道来てる。
か。ちょっとね、正直ね、もしかして外れてもいいかなと思うときはわざとオーバーめにやって、外れたときのちょっとギャップをね醸し出すのが私結構やりたい人なんですけど、今の本当に当たると思ったから、まあ、普通にえいってやったら普通に外れましたね。まあ時短中なんですけど、まあ、リーチが始まったらもう打ち出しは私は止めてますね。やっぱりもう無駄玉になっちゃうんで、増えないんでこの台は。で基本的にもうここの電柱がスライドしてますけど、ここが開いたら一発みたいな感じで、まあ、適当に打ってますね。増えるとしたら、まあ、ここもあの時短中もフォアトリアタッカー開くんで、ここに球が入った時にまあ出るかなっていう、結構こう賞金大きいんで、それ狙いでまあたまに入ってくれたらいいなっていう感じで、そういう打ち方してますね。打ちっぱなしだと結構相当減ると思うんで、ここの開放とか電柱の開放を見るのがめんどくさい人はもう保留が減ったら一発とかの結構適当な感じで打つだけでも違うかなと思いますね。とりあえず打ちっぱなしはやめた方がいいと思います。なんか本当適当でいいですね。もう開いたら3発打ってる人とかもいると思いますし、もう本当そこは自由でいいと思います。で残り今6回ですけど、5回になるとここに残り5回ってカウントダウン入るんですよ。その5回転以内にリーチかかったらめちゃくちゃ熱くて 50% あるんですよ。でなおかつスーパーリーチいったらもう大当たり濃厚なんですよ。なんでここ結構手に汗握る5回転なんですけど、まあここで当たる可能性、まあそんなによくあることじゃないんで、まあ豆知識としてね覚えておいたら楽しいかなと思います。っていうわけで3連ですけど、見てくださいこの払い出し、これがね仕事人ですよ。いい仕事しました。でまあ前サポ終わったらも必ずこの頼みにステージっていうのに行くんですけど、別にこれ演出違うだけで、全然もう前サポ終了したらいつでもやめて OK です。